はい、皆さんこんにちは、ワンダルフルシです。では今回は対抗立志伝5明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。ではまず表情からね、こなしていきたいと思います。前回の結果決してよくはな、おっと、正直が足軽大将に昇進。ちなみに光秀は今武将なので足軽大将より上ですね。さて、では方針に意見で合戦でいきましょう。鳴海城を取る。よし、合戦だ。またこれで50ポイントゲットですね。光秀は3000ですね。武将の数が、武将ではない、将兵の数ですね。あとは敵がどれくらい出てくるか。まずは援軍の要請。今回はちょっと遠いですが、曽根城から一徹を呼び寄せましょう。何、一徹が援軍を出さないと言ってきている。マジか。あとは敵に援軍がどれくらい来るかですね。また北条の軍か。これで五詰め決戦になりますね、おそらく。その数は7000ほどの軍勢か。一度敵の今川軍は籠城に入りましたね。じゃあ我々は北条軍を撃破しにかかりましょう。さて、ここで鳴海城の方から使者が来てますね。降伏に応じるということなので、これで鳴海城が最強のものになりました。よし、順調に戦果を上げたが、動作に先行第一を取られてるね。軍師を手に入れた。統率プラス6は大きいですね。これで光秀の統率が100に迫ったんじゃないかな。ちょっと見ておきましょうか。95まで来ましたね。よしよし、95は大きいな。で、あとは鉄砲の乱射、合戦で持ってるね。ただ一騎打ちとか盗賊相手に使う乱れ打ちみたいなのもあった気がするので、秘技ですね、いわゆる。ちょっとその秘技も頑張りましょうか。では稲葉山城から出て、残り47日、井の口に入って鉄砲指示を仰ぎましょう。
何も得られなかったね。これはしょうがない。ではこの後は一度自宅で休養。でお金を集めつつ諸国を回るというパターンでいきましょうか、いつもの。ただあと10日しかないってなるとあまり遠くには行けないので、そうだな、岡崎あたりにちょっと足を伸ばしてみましょう。三村家が滅亡、天民家、誰がいる、ふみ、あとは民家ですね。めぼしい人物はいないな。石川一馬さん、まあ、ちょっと寄っていきますか。茶席、あとは大久保忠次、これくらいですかね。あとは正信もいますね。ま、茶を振る舞っておけば間違いないからな。岡崎の次はちょっと清須に寄りましょう。いやー、もう数ある多くの織田家の武将たちがこの民家に住んでいるっていうのも微妙だな。太田牛一、何、牛一は喜んでもらえなかった。牛一には書物系がいいんじゃないかな。贈り物がない、勧誘も不可能だとなれば他の人物に回りましょう。勝家は、勝家よ、我が斎藤家に仕えてくれ。勧誘していきたいのにな。勧誘に応じてくれるかどうかですね。配下3名、勝家で10巻か。自分の手取りが25巻。まあ、正直、いいっちゃいいけどね。まあ、ただ、勝家じゃないんだよな。惜しいのは誰かな。お、平手正秀もいるな。配下に欲しいのはでも、竹中半兵衛とかそういう軍師系が欲しいですよね。まあいないと思うんで何とも言えないですけど、では登場します。さあ一応方針に調略、岡崎城の調略。いや吉本強いよな、こうやって見るとね。まあ、我々斎藤家も地道に力を伸ばしてるとはいえ、さあでは我々は治安向上を行っておく。小牧山城に移動して治安の向上を上げておきます。野党大臣の方がいいかな。では野党大臣しちゃいますね。
ではね、治安がっつり上げてきましたので、城に戻って報告してきちゃいます。で、自宅に戻って寝ていきましょう。で、この後は己の能力を高めつつ、半兵衛、官兵衛クラスをちょっと探しに行きましょうか。半兵衛はいないからな、まだね。菊丸、そしたらまずは今浜の町でも覗いてみますか。民家、誰もいない。ここまで誰もいないか。あー、国友村ね。ガジココロエ、いやー、ちょっと今全くなさすぎる時間が。そしたらいつもの大港京都経由の金稼ぎでもしておきましょう。護衛金購入、まあ何でもいいかな。紅花にしておきましょう。で、これを京都に持って行って売りさばくと。民家と商家もついでに覗いていく。寛一郎、与三郎、ろくなものはないのでこのまま出ましょう。では京都に移動します。出たよ、またお前らか。懲りない奴らだな。違う。では京都で売りさばきます。ね、今野党との戦いでちょっと傷ついてしまったので、もう少し面倒を避けるためにこの稼いだ金でせっかくなので用心棒でも雇っていきますか。用心棒を雇う。安く雇える人、それなりの人、まあ、それなりの人だな。60日で50貫、高くても強い人、60日500貫。いやー、カスでいい、それなりの人でいい。さて、では誰かいるぞ。しんすけ、しんすけに金などおるのは無駄だ、やめよう。では民家商家と回っていきましょうかね。しんすけ宅、出雲の奥国宅があるぞ。お国のもとに行きましょう。贈り物、価値1以上。いや、ここはじゃあ骨付金だな。では続いて役員前奏、浪人、何者なんだ。政務と地方はそれなりにありますね。京都の医師、茶でもちょっと振る舞っておきますか。表情まで17日、まあ、そんなに時間はないので御所と公家宅を回っておきます。よし、こんなとこですかね。よし、てるに謁見していこうか。よし、てるにはまずは茶を振る舞う。何、あまり喜んでもらえなかった。
ヨシテルにはやっぱり武器かな、剣か何かを送るのが良さそうです。お、藤鷹がいる。藤鷹のもとは絶対に訪れておきたい。何、藤鷹に会ってもらえなかったか。これはちょっと想定外だったな。春本は何、春本もあまりいい反応ではないな。ではこれで一度撤収しましょう。せっかくなので戻りながら民家などをしっかり確認しながら行きましょうかね。前田玄意がいるじゃないか。しかもまだ16歳にしてすでに剃髪している。政務地望それなりにやっぱり高いですね。まずは茶席だな。で教場まで10日なので自宅に帰って寝てから登場しましょう。いや、茶会をしてからだな。で表情まで寝ましょう。40巻の金塊、今川との合戦、岡崎城攻め、これはそのまま行こう。いや、光秀ももうちょっと武将として兵数を増やしたいですよね。では岡崎城攻めです。ごめん、どうでしょう。さて、岡崎城が降伏に応じますので岡崎城が斎藤家のものになりましたね。よし、今川、武田、北条という三国同盟相手にしっかり戦えてますね。しかも先行第一。というわけで今回はじゃあ岡崎城をね、取れた。でこの前には鳴海城も取ってますので順調に、斎藤家の力を回しているというところでね、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や
あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。